ではですね、最後に、今日ご登壇いただきましたキャストの皆さん、監督さんに一言ずつ、ご挨拶、そうですね、例えば、映画にかける思い、意気込み、もしくはメッセージなど一言ずつ、言っていただきたいと思います。さあ、チャン・グンソクさん、お願いします。여러가지의일들프로젝트가참많은것같아요이제곧있으면가수로서데뷔를하는앨범이나오게되고또그사이에일본전국투어와아시아투어까지같이병행해야되는스케줄이지만아무래도이제한국배우분들과배우라는위치에서연기를할때카메라앞에서제가감정을만들어나가는과정을가장행복한과정이라고생각을해요그래서무엇보다도영화촬영이시작되는순간을기다리고있고요그리고이발하기에는뭐가유명하냐고물어보니까낫또가유명하다고하더라고요가기전까지꼭한번먹어보고돌아가봤으면좋겠습니다고래からも頑張りますのでもっと応援してくださいありがとうございますファイティングこれからいろいろなプロジェクトがたくさん待ち受けています、僕自身のことに言いますと歌手としてデビューするそのアルバムも出ますし、日本そしてアジアの、ツアーも並行して行わなければいけません、ただ韓国 の, その俳優としてその演技をするということカメラの前に立ってその演じるということが私にとっても何よりも幸せだと思っていますのでこの映画 の, そのスタートする瞬間を今からとても楽しみにしています。この茨城で何が有名ですかと聞いたら納豆がとても有名だということですのでこの機会にぜひ一度必ず食べて帰りたいというふうに思います。ありがとうございます。お前歌手では俺より先輩じゃんだから出がするお前にさすがだよいいですねこの友情。ではチェジョンフンさんお願いします。네여러분들이보시기에정말즐거운영화가될것같습니다저는또첫연기이기때문에두분들한테감독님한테여러스태프분들한테짐이되지않도록열심히하겠습니다너네팻파이팅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 ありがとうございます。日本ではファイティングだよファイティング皆さんにご覧いただくのに本当に楽しい映画になるだろうなというふうに思います、僕にとっては初めての演技となりますのでこの主演のお二人とそして監督スタッフの皆さんに本当に助けていただきながらも、頑張って、いい作品にしたいと思いますし決して重荷に荷物にならないように頑張っていきたいというふうに思います、この映画韓国映画君はペット頑張りたいと思います。ファイト。はい、ありがとうございます。たくさん愛してください。はい、愛しますとも、はい、で、感謝です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。